皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。今日は静岡県の公立高校の入試の平均点の推移についてお話しします。過去7年間の静岡県の公立高校の入試の結果、どんなふうに変わっているか比較してみました。静岡県5科目合計で250点満点、1科目は50点満点です。学校によっては特定の科目だけを 1.5 倍して計算したりするんですけれど、それはなしとしての平均点です。平成28年は132点、そして29年はちょっと難しくなって124点でした。そして30年、127点、次の31年、これ令和になった年ですよね。この年は142点と、ね、だいぶ得点が上がっています。令和2年は146点、3年が139点とちょっと下がったんですけれど、昨年度の令和4年度、これ148点、このようになっています。この流れからすると、静岡県の公立高校の入試問題、得点しやすくなっている、ね、ちょっと簡単になっている、こんな流れが分かります。特に得点が高いのは英語と国語です。この英語と国語の特徴なんですけれど、英語は問題構成が固定化していると、そして解きやすい問題が多い。さらに和文英訳とか記述問題ですね、ここでは定型表現を使えるものが多いので得点しやすくなっている。国語ですけれど、国語は他の県と比べて読解量が少なくて正答率が高い。そして最後の作文、これは自分の意見、これを書くので得点がしやすい。こうなっているので、特に英語と国語は平均点が高くなっていると、こんなことが分かります。ですから皆さん、ね、静岡県で公立高校を受ける皆さん、ね、英語と国語、この2つはしっかり得点が取れるようにしておきましょう。今日も最後まで見ていただき、どうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。